特別企画、カルロ不定殺人事件プレリリースキットで、スベソレ作者のお二人と対戦してみたでございます。ありがとうございます。まあ、というわけで今回ちょっとね、まあ、ご縁がありまして、漫画スベソレの作者お二人とこのカルロ不定殺人事件を使って戦うというね、企画を取らせていただいております。で、横田先生がかなり、なんだろう、マジック現役でプレイされてるんですよね。かなりというほどではないですけど、まあ、でもミシック行ってますもんね。ミシック行ってないです。まあ行ったりもしますよね。だからどれぐらいね、その横田先生がその手だれなのかっていうのを、まあ、見つつ、まあ、対戦していきたいなと思ってます。で、今回は、まあ、一応我々このプレリキットについてきたおまけの、まあ、6パックあるんで、まあ、これをそうですね、まあ、最後開封して買った人順に取っていきますか。そうしましょうか、うんうん、というわけで、買ったらこの中一番いいカードが引けるかもしれないということで、うんね、楽しい楽しい、カルロ不定殺人事件の幕開けだ、はい、やっていきましょう。で、伊勢さんは、僕に助言をしてくれる、はい、アドバイザー、アドバイザー、人間アドバイザーということでね、人間アドバイザー、人間アドバイザー。先手後手は、まあ、やっぱりマジックのダイスでいきますか、はい、じゃあ出目の大きい方が選べると。6、8、うん、では伊勢さん、ダイスお願いします。アドバイザー振っちゃっていいんですか、うん、お願いします。お、7、負けたぁ。解任してくれてるこのアドバイザー。先手いただきますかね。はい、じゃあお互いの名前でマリガンチェックしましょう。1、2、3、4、5、6、7。マリガンチェックは、うわ、これどうしようかな。もう全然いきますよ。うん、いっていいんじゃないですか。ここはね、やっぱり6パックのレアがかかってるからマリガンしよう。はい、拙者マリガンでござる。じゃあ名前でまずチェックしますと。はい、まあ、あんまり手を抑えてえな、先手だし。怪しいぞ。でもちょっとそんなにビビらないでほしい。私はダブマリしても失敗しないんで大丈夫、大丈夫です。はい、ちょっと待って。なんかプロの対戦動画とかって手札まで見えるんですか。いや、あんまないですね。ただそのうちそれできるようにした方がいいと思うんですけど、やっぱアナログだとその手札固定させるの大変だから、まあ、僕が見てる動画ではなんか事前にカメラに向けて、うん、こんな風で手札になりましたみたいなやってる人とかもいましたね。これでいこう、じゃあ2枚戻して始めるとしよう。こう長期戦を見せよう。これでいくか。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。まずこれ犯行現場をタップインで短所量です、はい、これクリーチャー寝かすと好きな色出せる無色土地です。へえ、早速わかんないんだけど、うん、じゃあまあ普通に島を出してエンドでーす、はい、タップアップキープドロー、島を出して、短所量です。はい、ドローン、兵器を出して、はい、今だ、歴戦の相談役。なるほど、3体以上で殴るとってやつだな。まさに相談役、アドバイザー、アドバイザーじゃないですね。どうぞ。ここで、あー、えら、待って、ありがてー、土地は来なかったけど、衛生管理用自動機械、漢字めちゃめちゃ長いやつ、ルンバ出た時に情報1、頼む、こちら、オッケー、絶対これここです、うん、で、終わりです。では、アンタップして、ドロン、ナンバナ、はい、蒸気格納学者、いや、強すぎる。はい、カード2枚を引くと、はい、1枚、2枚で、インスタントか、ソサリか、飛行を持つクリーチャーを1枚捨てない限り、うん、カード2枚です。2枚捨てましょう、せめて、うん、そこのご判断は捨てします。だからこいつを捨てる。お、推理を捨てて、はい、攻撃ですかね。攻撃食らいました、1点。はい、どうぞ。じゃあ、たまやまさん、タップアップキープ、待望の兵士がやってきたぞ、うん、これで動ける。まず戦闘宣言、うん、2-1攻撃、2-1で攻撃、はい、はい、受けます。受けました、2点入った。で、メインにひよっこ捜査員、ひよっこ捜査員が出ました。手がかりが1個出てきましたと。ひよっこ野郎が出てきました。でも手がかりそのままサクるか、に捧げてドロー、手がかりをそのまま火に捧げます、うん、で、カードを1枚引いて、なるほど、短所量です。はい、タップ、うん、やばい、どんどんと揃っていく。あたく、なるほど、食らいます。これは警戒しない、警戒だから、あ、警戒か、強い、2点、1、2、いや、
お、悩んでる。犯罪阻止のスプライト、はぁ、殴る前に出しとけばよかったなぁ、こいつをじゃん、ね、あ、なるほど、はい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 、証拠収集してるとあれですよね、麻痺カウンター、麻痺カウンター、なるほど、なるほど、どうぞ、ターンもらいます。じゃあアンタップアップキープ、頼む、土地止まるな、ドロー、ん、ちょっと待って、これ、うん、なかなかいいカードが来たかもしれない、うん、これは今こそ打つべきか、よし、行こう。新エンチャントタイプ事件、問答急行事件です。うん、俺の戦場のクリーチャーの数だけターゲットにダメージ与えます。ここに2匹いるんで2点与えたい、こいつ、はい、はい、で解明条件が3体以上で攻撃した時なんで、まだしばらくは解明されなさそうですね、うん、果たして犯人は誰なんだろう。じゃあ、このままターン終了です。はい、ではアンタップ、今カードの効果読むためにこうちょっと乗り出しちゃったんですけど、全然大丈夫ですよ、まあ、頭出たらじゃあ切っておきます。いや別に映ってもいいけど、うん、あ、でドローをか、でもみんな横田先生がその金髪なんて知らないですからね。、うん、ちょっと土地が止まってる、止まらない、もうちょっと待ってほしい、探偵社社長、強い、ちょっと待って、探偵社社長、はい、調査を、はい、手がかりが、手がかりが2個出ますね、はい、じゃあ僕助手なんで、ね、あ、ありますね。強いよ。が2個、2個。はい。で、飛んでるやつ。はい。1、食らった。2点。え、どうぞ。アンタップ、アップキープ。でもその社長、ちょっとあれだな、調子に乗ったな。で、その場しのぎの束縛。しまったー。ちくしょう。呪文を与えられないタイミングで。食べました。しまった。それ2点回復ですね。一応2点回復あるんですね。で、まあ、戦場離れたら、まあ、社長帰ってきますけど、何があってももう返さないと。これで終わりかな、終わり。はい。では、タップ。そう、事件はいい。もうこれ、いずれこうなってないでしょう、ね。そうですね。いや、どうだろう。まあ、関係者の集合。あ、強いよ、レアばっかり。マジか。一番上を見てもね、でパワーが2以上ね、2以下のやつだったら、ね、捉えても良いという感じですね、まあ、こんな感じですね、まあ、唱えるのやめとこうかな、まあ、唱えられないでしょうね。私には分かる、これね、なんか墓地に落とせるとかだったらね、そうですね。自由自在すぎる。はい、捜査線の執行者、なんだこれ、後半コン、これでない探偵一体があなたのことを考えてるか、サイズ上がりやすいですね、うん、そうですね、でこいつで、じゃあ飛んでるやつ、こいつ飛んでるやつ多すぎるだろう、どうぞ、でもそろそろ俺も攻撃に転じたい、ほう、ちょっと待って、逆転できるカード来たかもしれん、いいね、犯行現場こちらから、ミドマナを出します。クリーチャーを寝かせることで、うん、好きな色を一色出せる、緑が出ました、うんうんうん、でそして神話レア進化した謎バニファールのご登場でございます。さっき使えないって言われてたやつ、そう。まさか助けてくれると思わなかった。でこいつは戦闘開始に手札の裏カード1枚裏向きで、まあ、偽装で出せると、うん、というわけでじゃあ戦闘入ろう。で戦闘入って裏向きで出すのはこいつを裏向きで出しました、うん、はい、でそれでターン終了です。ターン終了の前に、はい、調査手がかりを一つ使います。はい、で起動します。で、はい、アンタップということで、もう一回動く、はい、スマッカリだ、3マナで、はい、拡大強化、おマナが出る、マナが出ますね、調査も行かない、うん、今日はいいです。じゃあ、一番上になります。この辺よっかな、やめとこうかな。選択肢があるのと、絶対やった方がいいやつ。あー、飛んでるのでアタックします。はい。はい、あと、今回、せっかくなんで、変装してるやつは、あの、スベソレカードをやって、ちょっと変装してるっぽく。ね、変装してる。うん。ヤクモ、ヤクモが変装してるということで。ということで、これはヤクモちゃんじゃないってことですね。なんか怖いな、そっちの方が。どうぞ。
ターンもらいます。ワンタップ、アップキープ、ドロー、悪くないぞ、落ち着けてる。で、いや今度はまあバニファールの方がなくて普通に変装を出します。じゃじゃん。で、この状態で戦闘入りたいです。入ってもいいでしょうか。戦闘入ると本能力がいいんじゃないでしょうか。了解です。じゃあこの2個のモードの下の方を使います。無色のクリーチャーのインプラ1カウンターを1個持っている。ここ、ここ、そしてここ。やっぱ強いじゃないですか、それ。いや、本当になんか意外と強かったな。というわけで、戦闘入ります。はい。まあ、さっき出た、こいつと、こいつ。で、あと、バニファール殴ったら死んじゃうんだよな。まあ、こいつで、3体で攻撃します。3体、うん、事件解明されちまう。そうですね。で、解明完了は必ずターン終了時に起きるらしいので、うん、そうだから、まあ、今瞬間で起きないという。こいつをこいつロックします、はい、あとは投資しますかね。こいつちなみに今3-3ですけど大丈夫ですか。そうですよね。吉報の訪れ、なるほど、プラス2プラス2します。はい、35かな、今調査で調査ですね。やばい、はい、じゃあこいつはやられちまったと。そうですね。ちなみにヤクモちゃんの正体はこれでした。お、なんだまあ古文の飛行のやつですね。そんなやつがヤクモに化けてましたので、じゃこれ4点入ったと。はい、4点。1、2、3、4、 OK です。じゃあ、まあこのままターン終了で、これは解明完了されましたと。はい、お、事件解明完了。ここに置いとこう。ターン終了前に、はい、調査、調査じゃないか、これが完了以降やります。はい、で、問答急行の事件を解明完了されるとクリーチャー全体がプラ1プラ0修正です、うん、強いですね。強いです。だな。じゃあそのままどうぞ。はい、ではタップ、ダブルマリガンからなんとかドロドン、状況を打破するやつでは、うん、ないですね。でも結構マナーあるからな。はい、かっこたる、はい、商人3人飛行警戒。なるほど、表になった時には何か乗るからですね。そうですね。で、こいつ探偵なんで、こいつ、なるほど、プラス1しました。飛んでるやつでアタック。はい、じゃあ、4点かな。4点。1、2、3、4で、こいつハンコンを持ちなんで、はい、2点回復します、僕は。承知。はい、ではどうぞ。さあ、もらいます。上見ちゃおう。いや、これ唱えようかな。でも俺ターンもらっていいですよ。はい、どうぞ。もちろんです。いやー、1まで足らねー。あー、なんかいつでも見ていいとなんかちょっと気持ちは分かりますね。ドローの楽しみだな、うん、いや、こいつ待って、こいつ姿現すか。ヤクモちゃんのものがいいやなどうしよう。すぐ忘れそうになるけど、そいつ誤報持ってるんですよね。あ、そうだ、そう、すっかり俺もなんか危な、すぐ忘れちゃう、うん、完全に抜けてたな。いやー、威迫は持ってない。威迫は持ってないです、うん、しゃあない。戦闘入ります。はい、じゃあ、モードが下の能力やります、うん、プライチカウンターを無職にばらまきました、はいはい、で、攻撃宣言でアタック、アタック、アタック3匹、うん、じゃあこいつ、はい、こいつでブロックして、今こいつプライチあるんで2-2で大丈夫ですか。まあそっか、うん、まあ別にいいか、まあ、でも2-2でブロックして、で、そいつらは食らうと4-5か。そうですね、5?5? そう、5で5 10点?そうですね、入ったら10点入っちゃう、うん、入ったらやだなぁ、うーん、10点も入っちゃった。で、それでまあどうしても犯行現場行きに続けてカード引く。でも貴重な身共げんなんだよなぁ。なんかもう一押し欲しいんだけど、いや、やめとこ、終わりです。はい、じゃあエンド前にマスク使いましょう。はい、じゃあこれはゼロにしたドローンとしてアンタップ。はい、ドロー
けそうな気がする。やめて、勝てそうな気がする。まずい。これ9っすよ、6じゃなくて9、9っすよ。マジか、マジで。1、2、3、4。何もなければね、うん、嘘。カルロフの番犬、はあ、で、はあ、はあ、4、はあ、3体以上のクリーチャーを攻撃するダビー短縮時もであなたのコントロールして全てのクリーチャープラス1プラス1の修正を受ける、はあ、ちょっとだ。4、はい、3、4、3、2、2、2、2、3、3、4たす2たす3、9じゃないですか。4たす2たす3、ちょっと待ってくださいね。じゃ数字に詳しい人呼んでもらえそう。ちょっと待って、マジで俺嘘、ここまで頑張ったら負ける。ちょっと待って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 、まだなんとかなるの。このための俺の最後の手がかりですよ。お、うん、俺はそのアタックに対して犯行現場を生きにしただけでカードを引く。いいんじゃないですか。頼む、この2マナ。4、2、3、負けました。そう、負けた。めっちゃ頑張ったのに嘘だろ。バニバルもうちょっと頑張るよ。よっしゃよっしゃ。うわあ、というわけで、まあそうね。いやでも刺激的な試合だったな。そうです、うん。まあ両方ともね、なんかいいレア出て、そうそうそう、見どころの多い勝負でしたね。これこれぞ。これぞ。さあ、うちのエースだったな。まあというわけで、あとちなみにこいつの正体は、なんか不細工なケンタロスでした。あららら、うん、こんなやつはヤクモに、うん、そう、化けてるんですよ。みんなこの世界でヤクモを語って生きていくんで。開封杯プレミアムプレーマットの使い方。まずは開封前にプレーマットを敷きます。そして願掛け、望みのカードが引けるように祈りましょう。果たしてお目当てのカードは引けるのか。おい、ああ惜しくも手に入らず、しかし顔面を殴れます。これはジョークとしての使い方です。言うまでもありませんが、公共の場での大パン行為は推奨しておりません。もしされる際はプライベート空間でお楽しみください。3月9日秋葉原 UDX で開封杯プレミアム開催決定。初心者から上級者までどなたでもご参加いただける楽しい競技イベント、皆様のご参加お待ちしております。大会参加者特典プレーマットもぜひゲットしてね。なんかでもせっかくだから裏話聞きたいですね。なんかないかな。あります。あ、そうは言っても無から生み出せって言われたら難しいですね。今結構その物語、そのクライマックスに向かって最終章みたいな展開じゃないですか、うんうん、1年以内には終わらないですか、さすがに。どうでしょう。1年はさすがに終わらない。そう、もしかしたら。いやでもいいとこまで行ってるかもしれないですね。ああ、そうなのか。うん、まあやっぱりその辺は多分トモさんとも相談しながらになるのかなと。あ、でもあれ俺この間最新刊14巻読んでて、うん、なんかヤクモちゃん、そのなんか髪だんだん長くなってたじゃないですか、はい、なんか理由にそのなんかエミちゃんに近づけたいみたいなの読んだ時に、うんうん、そんな残酷な設定考えられる人いるんだなと思って、むちゃくちゃ辛くなった。うわ、なんか俺なんとなく伸びてるだけだと思ってたらマジかと思って。いやでもね、なんか最初は、その加納君との勝負を見越して、うんうん、ちょっと魔女っぽくしたいなと思って。ああなるほど、はいはいはい。願掛けで髪の毛伸ばした結果、うん、まあ、最終的にいいタイミングで髪の毛長くなって、うん、変な衣装を着て、うん、ちょっと魔女っぽいニュアンスが出せたらいいなと思ったんですけど、うん、まあどうだろう、出たのかな。いや出ましたよ。なんかちゃんとやっぱりなんかボーイッシュな感じからは、うん、服装合わないと思うから、うんうん、なんか髪長くなって、うん、てかなんかもうこの変にないもんな、ちょっとこの顔に早く戻してあげてほしい。辛いです。とにかくでもさすがに次出てくるときは戻ってくると思いますよ。よかった、まあ、というわけでちょっと幸せな話も聞けたところで、あれですね、最後にこのパック開けますか。開けますか、はい、お願いします。は
はい、というわけで今日の動画は以上でございます。いや、とても刺激的な話も聞き出し、まあ、対戦も見れたと思うので、皆さんよかったらチャンネル登録&高評価よろしくお願いします。で、あと、お二人のチャンネルにもね、出てきたんで、まあ、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、まあ、動画概要欄にあると思いますんで、というわけで本日は、カルロフテ殺人事件を使ってのプレリリースキット対戦企画でした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。